します。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしかしたらこの世界は小さな箱庭になっていて、神様とかいう誰かが空から覗いたりなんかして、たまに操られていたのなら、あのことも納得できる気がする。だったらどうせこの一歩も取るに足らない存在なの。例えば運命だとかつって、こうもしかしたら自分がこう左右されてるかもしれないけども、そうだとしてもこう自分が思ったことを押し通して、こう強く自分の掴みたいものを掴んで生きていくみたい な、 なんかそれが大事なんじゃねえかっていう歌にしたいなと思ったんですよ。自分で飛ぶんだ、君が好きな夢と好きな場所、どこの誰でもない自分だけのストーリー、シナリオなどはないからさ、今呼吸をして、一つと一つ合わせて一つ、繋がって手を取り合って、大きな世界が生まれたよ、輝く世界を繋いでよ。なんかすごい楽しかった。